ございます。こんにちは、こんばんは。中四国勝手に観光大使のマカチンでございます。今日は広島県でもバイク乗りの中では少し有名かもしれない、すごく有名なのかもしれない、ワーゲンのたこ焼き屋さんのところに行きたいと思います。今日のワーゲンのたこ焼き屋さんはクローバー相田、まあ、パチンコ屋のところで出店しているというので、そちらに行きたいと思います。前に走っているのはトヨタの未来、初めて走っているところを見ました。すごいな、本当に前未来って走ってるんだなと思って、昨日はちょっとディーラーの方に行って新型未来を見させてもらったんですよ。その時にまあディーラーさんの話では、まあ、一般人が買うことはまずないよね、東京、国とかそういうところがまあ買って環境をアピールするぐらいじゃないかね、でもまあ今センチュリー買ってすごく叩かれてるから買えないよねっていう話をしてたんですけれども、そういう話をしていた時に初代の未来がこう走っているところを見れるっていうのはなんかすごくすげえなっていう気持ちになりますね。水素がね、本当スタンドがいろんなところにあるんだったら未来を買うのもありだなってちょっと思っちゃいますよね。今すごい中古価格が安いんで、これだけ税を凝らして作った車なんで買うっていうのはありっちゃありなんだよなってちょっと思っちゃいます。でもすごいよね、なんか後ろに排ガスのマフラーの出口もないし、もう水をどこから出しておるんだろうと思いながらちょっとワクワクしながら見ております。それではまあ行ってみましょう、たこ焼き屋さんへレッツゴー。さてさて、春一番が吹き荒れている今日この頃、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。洗濯物を外に出してたらね、やっぱりこういう黄砂とかで、まあ、汚れてしまうんですけれども、太陽の匂いっていうのは日本人にとってはすごく気持ちいい匂いになっていると思います。さて、先ほど、未来と離れてしまいまして、次はプリウスの PHV と遭遇いたしました。こちらもなかなか珍しい車ですね。 PHV を上にきちんとソーラーパネルもついてるんで、フルオプションの PHV だ、すげえな。なかなかね、こういう PHV 系とか、まあそういうのってなかなか見れないですからね、まあ、こういう風に記憶に収めておくのもいいかもしれません。今日は2月の何日だ、わかんねえや、2月のまあ最終週の手前だから20日ぐらいの日曜日です。はい、400m 先右方向に曲がりたいと思います。もう少し早めから出てくればよかったんですけど、今14時か、先ほど、昼ぐらいまでちょっとボケーとしておりまして、なかなかね出かけるということになりませんでした。でその代わり、たこ焼き屋さんが今近くに来ているということで、20日市まで行かなくていいということなので、このまま、出店しているところに行こうと思っております。お、右下のところがウインカーになってるんだ、すんげえすっごいな。 PHV 欲しいな。いや、でもやっぱ未来の方が欲しいよね。未来今中古ですごい安いですからね、あれ買えたらいいなっていつも思っちゃうんですよね。さてここを左に曲がって、また、広島市内の方に、ぐる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 回っていきたいと思います。ぐるっと、あ、今日はいい天気です。ほんま向こうの山まで霞んで見えます。これから黄砂がたくさん飛んでくる季節になってきますので、皆様マスクの方をきちんとして、喉をいつも守って潤いを保ちながら、過ごしていきたいと思います。今から入る場所は県道176号線。ここはすごく西日本豪雨の時に被害を受けてしまいまして、今でもまだ復旧中でございます。なかなかねここがね治らないっていうのがね、一つの問題とはと思いますけれども、ここを走る時は、皆様も気をつけて、ください。このように、すごいね、土砂災害が、起こっているった場所なので、雨の日とか、通るときは本当気をつけてください。結構大雨が降った後っていうのは結構崩れてますんで、やっぱまあ地盤がね弱くなっとるけ、それは仕方がないんだとは思いますけれども、なかなか治るすのに時間がかかるよねっていう思いで、ここを通っております。さてここの道なんですけれども、不意に通るのはここは危険なのでおやめくださいと決しますので、よろしくお願いいたします。やっぱりね冬になっちゃうとここら辺すごく寒いんですよ。で、まあ、すぐにねここが水が溢れちゃったり、山からちょっと水が染み出ちゃったりしてたら、すぐ凍結しちゃうんですよね。なので普通に4輪でも4輪も4駆でも登りにくいっていうことになって、で下りは下りはこのようにずっとぐねぐね道が続いているので、まあ、滑りやすいんですよ。なので、ここを通るときは、夏だけにした方がいいと思います。あ、今のところですね、今のところが水が染みているので、やっぱりそこら辺はちょっと恐怖と戦うことになっちゃいます。ここに塩化カルシウムとかがあって、まあ、ばらまいてくれる人がいるかもしれないんですけど、こんなところに塩化カルシウム置いたってね、誰がばらまくかっていう話なんで、まあ、そういうところも考えて、ここを通っていただけたらと思います。さて話は変わりまして、ここが、カルガの水車小屋でございます。ここが、水車がこのように回っているところでございます。この
水車小屋なんですけれども、冬雪が降った時に来るとあれがもう凍ったまんまぐる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 回っている状態になってしまいまして、まあ見ては幻想的な、水車小屋になっております。もしよければ、冬危ないですけれども、逆から登っていけば、まあ、なんとかここら辺までは着くとは思うんで、行ってみたらいかがでしょうか。でもさっきの、道を通ると地獄に行っちゃいますんで気をつけてください。さて、カルワに降りてきました。残り30分で到着予定でございます。こちらも大雨の時は冠水いたしますので気をつけてください。もうどこもかしくも冠水するから気をつけてくださいって話なんですけどね。あ、なんでそういうのを言ってしまうのかと言いますと、この隣に川があるんですよ。これも大田川になるのかな、何川になるんだろう、わかんないんですけどね。そこの川もね、これもね、氾濫はしなかったんですけれども、お、大工さんです。八重をしました。八重を返してくれませんでした。まあそんなもんでしょう。ここの横の川なんですけれども、これも、残り50センチとか、そういう、まあ、結構危険水域のところまで来てしまいまして、どう言えばいいかな、橋が何本か落ちちゃったんですよね。もうあの時は本当に大変でしたよね。で今もまだ治ってないと。いつも裏道として使ってる橋だったんですけど、それが落ちちゃってて、まあまあ行けれないんで仕方がないんですけどね。ちょっと困りもんですよね。どうにかしてほしいなとは思うんですけど、まあ、しゃあないか。しゃあなくはないんだけど、しゃあないかと思うしかないんですよね。ここのバイカーズベアさんっていうところは、見えるかな、見えないかな。今ちらっと見えたとは思いますけど、インプレッサの555の後ろに、あれがあるんですよ。ランチャストラトスのレプリカが置いてあるんですよね。あれがいつも見てかっこいいなと思っちゃうんですよ。欲しいな。そうなんですよ。三岡自動車がね、あのランチャストラトスのレプリカ出してくれればいいのになと思うんですけど、まあ出してくれないんで、なんで出してくれないんだって思ったりしちゃったりなんかしちゃったりします。三岡自動車はキットカーみたいな感じで作ってくれるんですごく楽しいんですけどね。今回もなんか出たじゃないですか、アメ車を模した車が。あれとか見てはすげえかっこいいって思うんですけども、三岡自動車にあのできればランチアストラトスとか、ランチアデルタ S2? S4? とかね、あそこら辺のキットカーとして出してくれんかなって思っちゃったりします。今の車ね、安全性とか走行性能とかそういうのもろもろ含めたらすごく楽しいっていうか、まあすごくね、技術も発達してるんでいい車だと思うんですよ、運転するっていうことだけに関しては。ただやっぱりあの形がね、今全部やっぱ丸っこいじゃないですか。昔はやっぱカクカクしてたけど、今はあの人にぶつかったりした時にあの人が死なないようにするためにやっぱりこう丸っこく、あとは空力とかね、そういうのも考えて卵型になっちゃって言っております。全部ほぼ全部そんな感じですね。でもやっぱり昔の車の方が私は好きなんですよ。ランチアデルタしかり、ランチアストラトスしかり、アウディクワトロしかり、そういうのを見とくとやっぱり昔の車がかっこよかったなと思っちゃいますね。まあ今の車も今の車でかっこいいんですけれども、やっぱ昔の車は昔の車でかっこよさが全然違いますね。なんかさっきからナビがお前道が違うけどどうにかせえやって言われておりますけれども、ちょっとねあのメインの道の方を走っていたらすごく渋滞だったっていうのが分かったので、こちらの裏道の方を走らせていただいております。まあ、ちょっと芸備線でもちょっと行きましょうか。ここは中深川駅自転車等駐輪場、自転車バイク以外のものは置かないようにしましょう。さてこの芸備線もいつまで存続するのかなっていう思いがちょっといたします。ここを左方向でございます。やっぱり脇道とか裏道に入ると一気にね、人受けが少なくなっちゃいます。多分ここら辺か、まあ、これかな、そこだそこだ、グローバ、間、相田君に、やってきました。うん、そうか、ここ入ればいいんだよ。いしょ、グローバの駐車場どこでやってんだろう。あ、見っけ、発見、たこ焼き屋さん発見、イエーイ、たこ焼き屋さん発見です。目の前にありますね。楽しみに。400円、1個400円、ちょっと高いね。でもまあ美味しいんでしょう。食べましょう、食べに行きましょう。
て行ってきました。ワーゲンタコボールのお店、美味しかったでございます。美味しかったですよ。待ってよ。さて、ワーゲンバスのタコボール、食べに。プローバー、パチ屋の、行きま、パチ屋の駐車場のところまで行きました。ゆっくり食べさせていただきました。美味しかったです。藻塩であったのかな。たこ焼きには3種類のソースがあって、お好みソース、藻塩、チリソースとありまして、私は、藻塩の方を食べさせていただきました。半分を、マヨネーズでかけて、半分を、そのまま塩だけというので食べさせていただいたんですけども、すごく美味しかったです。ホンダの CB だ、発見。右方向に曲がるということでございます。やばいな、マスクをしっぱなしだ。まあいいか。でこのままあとは家に帰るのみという感じでございます。皆さんも、タコボールぜひ食べに行ったらいかがでしょうか。平日は一応店舗の方で、販売をしておりまして、休日の方はね、なかなかね、店舗でやるのが難しいということが書かれていましたので、このようにいろんなところで、出品してやっておるというところでございます。まあ、皆さんも、来て、食べてみていただけたらいいと思います。6つ入って400円、は結構大きいのでね、値段の割にお得かなという感じ、まあ値段相応かなという感じはいたしますので、皆さんも一度食べてみたらいかがでしょうか。美味しかったです。タコボール、ワーゲンのタコボール屋さん、ワーゲンのたこ焼き屋さん、ワーゲンのタコボール屋さん、まずちょっと名前を後でまた訂正いたしますので、皆さん食べに行かれたらいかがでしょうか。それでは、今日の動画はここら辺で終わりたいと思います。それでは次回の動画でお会いできたら嬉しいなと思っております。最後まで、この動画を見ていただけた方は、チャンネルの登録といいねボタンの方をよろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。暖かくなってきたからやっぱりいいよ。